イネー駅は愛知県名古屋市港区と A1 丁目にある名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線の駅である。駅番号は安09相対式ホーム2面2線を有する高架駅。上下線のホームに安全対策として可動式ホーム柵を設置。バリアフリーへの対応として上下線ともにエレベーターを各1基配置。ホームは完全な相対式ではなく、 二番線ホームの方が北方にずれて配置されている。青波線の運行場の拠点駅であり、朝夕は近くの塩奈車庫湖から出庫した列車が当駅始発で運行されたり、乗務員の交代が行われる。他の中間駅の標準停車時間は30秒だが、当駅のみ45秒である。通常は駅係員無配置駅であり、中島駅が当駅を管理している。 当駅の近くに、塩なぎ車庫があるため、当駅を始発となる電車が、平日6.716.17時台に、各1本ずつ、と、休日7時台に1本設定されている。2019年度の乗車人員は958,927人、同年度の1日平均乗車人員は2,620人で、ある。近年の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。 近くに地下鉄は通っていないが、利用客は北にある3駅より少ない。カインズモール名古屋港、ベーシア名古屋港店あたり駅は、カインズモール名古屋港を各店舗とする、名古屋港ショッピングモールの西側にある。駅の北側には、名古屋臨海高速鉄道の本社事務所がある。駅周辺の北東や南域は、住宅街が、北西側は小規模な工場が広がる。 名古屋市営地下鉄名港線築地口駅へは徒歩約30分。路線バスが多数運行されている。最寄りバス停留所は稲営駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、名古屋市交通局、富島公共交通バスにより運行されている。野関駅と同様に、近所不当方面と各地へのバスとの乗り継ぎ拠点になっている。稲営駅を奇襲点とする路線はない。 地名、稲江の読み方は、稲江の場合もある。郵便局は、稲江と読むのに対し、銀行の支店は、稲江と読んでいる。なお、名古屋銀行の稲江支店は、当駅から徒歩圏内に、所在するが、愛知銀行の稲江支店は、離れた場所にあり、最寄りの交通機関は、名古屋市 A バスの西東 A バス停である。稲江公園は、当駅ではなく一つ先の野関駅が最寄りである。 ありがとうございます。